2時過ぎかな。超雨降ってきたね。今は青空だけど。まあ、テントは干したまま。登ってきようかな。富士見台名古屋からね。特にね、富士山ビュー。この隙間から見えるかな。じゃあスタートしましょう。水垣だね。木の向こうに見える。朝もや。しっとりはしてるけど。そろそろサングラスチェンジした方がいいのかな。いやーすげえ綺麗。大日小屋だ。今日はテントの人はいないみたいだね。大体この辺にテント張って。毎日は いいね。帰りに寄れたらね、行きましょう。
すがに昨日雨だ。昨日じゃねえか、今朝か。水たまりできちゃって。山頂まで1時間か。砂がいるかしら。ちょっと登った方が鏡もいっぱい咲いてるね。結構人いるね。じゃあ。五条岩。1599m ね。
そうそうそう。そうね、あそこお花畑なんだよね。さて、気持ちの良い稜線もあとわずか。標高2000メートル超えてるのでマイナス15度ぐらいかな。上がっても20何度ぐらいにしかならない。思いっきり風吹いてっから。でそれって結局まあ暑い寒いの話もあるんだけど、こういうやつなんだよね。怖いのが滑った時にここにぐさって素手だと手刺さっちゃったりするんだよね。まああとは滑落した時にちゃんと握れるようにグローブしといた方がいいよとかっていうのもあるんだけど、ちなみにこれあれなのに見えないかな、カメラだと。
ここが核心部なんでね、降りれない人は登らないように。泊まる人がいたとしてもさすがにまだテントは張らないわな。富士見平到着。さすが梅雨の晴れ間の週末だよ。テントめっちゃ増えてんですけど、まだ10時24分だよ。すげえな。お、水たまりが解消されてます。バスがいる。Mm-hmm.